はい、皆さんこんにちは、遠藤正です。フリーランスとして働くようになってから4年目、もう少しで5年が経つんですけれども、今日の動画ではですね、実際に働いてみて、大変だと思うことを、何点かお話ししてみようと思います。それではスタート。はい、もしこの動画を、初めてご覧になられている方がいらっしゃいましたら、はじめまして遠藤正と申します。静岡市在住の33歳、フリーランス4年目、会社経営2年目のしがないクリエイターでございます。このチャンネルでは、フリーランスとしての働き方だったりとか、僕が、好きな趣味のカメラのお話だったりとか、あとは静岡の魅力を発信する Vlog などを中心に更新をしているチャンネルでございます。もし興味ある方はぜひ、グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、早速本題なんですけれども、今日はね、その大変だと思うことですね。これからフリーランスになろうと思っている方の、参考になるようなお話ができればいいなと思うんですけれども、実際に働いてみて大変だったりとか辛いなって思うポイントと、ちょっとしたそれに、対する対策ですとかをお話できればいいなと思います。で、前提として、これはあくまで、僕の、主観的感想ですので、もちろん僕の考えが、全ての人に当てはまるというわけではないと思いますので、その点だけ、ご了承ください。ぜひ参考までに聞いていただければなと思います。はい、それでは、僕がですね、実際にフリーランスとして働いてみて、大変だと思うポイント、1点目、危機感とか、不安が常にあるということです。はい、でこれは、その人の性格によっても違うと思うんですけれども、どういうことかというと、会社に勤めていたら、例えば極端な話、言われた仕事、用意してもらった仕事を、するだけで毎月安定的な収入を得ることができますよね。自分で、独立して、例えば一人で、フリーランス、僕みたいな在宅ワークとして、仕事をしていくとですね、収入の上限っていうのがない分、自分でやったらやった分だけの売り上げを作ることができるんですね。なんですけど、それは逆を言えば、自分が何もしなければ、売り上げが生まれないということなんです。なので、そういった部分で、例えば今、いい波に乗れている状態だ、事業がうまくいっている状態だったとしても、この事業がこれからずっと継続してうまくいくのかなだったりとか、この売り上げをずっと作り続けることができるのかなだったりとか、そういった、不安や心配、危機感っていうのは常にありますし、そういうのは常に持っておくべきだと僕は考えているんですね。そういった、危機感と常に向き合うことで、この先どういうふうにして今の時代の流れだったりとかトレンドに乗りながら、クリエイトしていけるのかなっていう部分をやっぱ常に考える必要があると思います。はい。なので、多分ほとんどの方がそうだと思うんですけど、不安とか危機感っていうのは、やっぱずっとね、付き合い続けていくものだと思いますので、そんなに心配することではないんですけど、そういったものとうまく付き合いながら、仕事をしていくことが、必要かなと思っております。はい。で、二つ目。大変だと思うポイント2つ目は、やることが無限にあるということですね。やることが無限にあるっていうのはどういうことかというと、ほとんどのフリーランスになる方っていうのは最初一人で独立されると思うんです。もちろんそうじゃない方もいらっしゃると思うんですけれども、一人で独立するということはですね、例えば事務だったりとか営業だったりとか企画だったりとか、制作だったりとか、そういった仕事における、各パートがありますよね、会社でも。で、会社では、部署ごとにそれをやっていたりとか、担当の人間がしっかりいて、それぞれ、チームでやっていくことになるんですけれども、一人で独立するとそういったものを全部やっていかなければならないんですね。自分で営業活動をして、
まあ、自分で、まあ、企画をして、自分で打ち合わせをして、見積もりを作って仕事をして、設計書を出して、売上の管理をしてとか、そういった一連の、フローを全て一人でやらなければならないので、実際に売上に直結する仕事以外の仕事っていうのがすごいたくさんあります。はい、まあ、もちろんね、その企画をしたりだったりとか、まあ、売上の管理をしたりだったりとか、見積もりを作ったり請求書を作ったり、ホームページを作ったりとか、まあ、いろんなね、その、まあ、ブログを書いたりとか、そういったこともそうですよね。 SNS で発信したりとか、まあ、そういったことは総じて事業の売上につながっていくと思うんですけれども、実際にそういう直結した仕事以外の仕事っていうのが無限にあります。はい、例えばですけど、まあ、じゃあ会計だったりとか、日頃の売上の管理だったりとか、確定申告だったりとか、そういった部分も自分でやらなきゃならないんですね。まあ、今で言うと、日頃の経費計上だったりとか、売上の管理だったりとか、確定申告っていうのは、弥生会計だったりとか、MF クラウド、マネーフォワードさんの、ソフトだったりとか、いろんなそのクラウドの、便利なソフトっていうのが、ありますし、そういったものを使っていくっていうのが今のトレンドだと、主流だと思います。はい。まあ、そういったものも、ちゃんと取り入れながら、仕事の効率化を図ることについても、常に向き合っていかなければ、ならないので、まあ、そういった部分が結構大変かなって思います。あ、ちなみになんですけど、僕は、会計ソフトは、マネーフォワードさんの MF クラウドっていうソフトを使っているんですけれども、まあ、これからね、もし独立して、自分でそういったこともやっていかなければならないっていうところに不安を感じている方がいらっしゃいましたら、まあ、結構ね、最近のソフトすごい優秀で、例えば、まあ、事業用の銀行口座と事業用のクレジットカードをそのクラウドのソフトと連携して、実際にカードとか銀行とか取引があったら自動で会計ソフトの方に計上されて、あとは最後に自分でソフト上で仕分けをして、あとの勘定科目をいじって仕分け作業をするっていうだけで、しっかり管理できてしまいますので、その辺は結構ね、最初はちょっと大変かもしれないんですけど、覚えればすごい簡単なので、全然心配しなくても大丈夫だと思います。もしその実際にソフトの使い方だったりとか、まあ、そういった部分を知りたいよっていう需要があれば、まあ、その辺も解説していきたいなって思いますんで、まあ、もしそういう方いらっしゃったらぜひコメント欄でコメントください。はい、ちなみに僕は、フリーランスもう少しで5年なんですけど、個人事業の方は自分で会計や確定申告をしていて、それ以外に一つフリーランスって言っておきながら一つ会社を経営しているんですね。で、こちらの会社では、その決算書の作成だったりとか確定申告は税理士さんにお願いしていますという働き方をしています。ただ会社の方でも日々の売上だったりとか経費の、入力だったりとかは、自分でするようにしていて、でそれはなぜかというと、自分で、ちゃんとやることで、会社や自分の、今の個人事業の、お金の流れがどうなっているかっていうのを、把握するためなんですね。そこをちゃんと自分が把握して、その何が良くないのかなっていうのを、帳簿上からしっかり読み取ることができるから、まあ、そういった最低限の部分っていうのは結構僕は自分でやることを、まあ、最初はね、自分でやることをお勧めします。はい、はい、すいません、ちょっと話しとれちゃったんですけど、とにかくやることがたくさんあるっていうことです。で、大変だと思うこと、3つ目、最後はですね、まあ、売上が安定しないっていうことですね。まあ、これも、まあ、人によって、まあ、業種によって変わってくる話だと思うんですけれども、もちろん、ね、そのフリーランスになって、元請けさんの仕事を専属でやるようなフリーランスさんだったら、もちろんずっと定期的に売上が立つかもしれないんですけれども、まあ、やっぱり、まあ、そういった方でもいつその契約が切られるかどうかもわからないですし、そういったリスクっていうのは会社に勤めている人よりも、あると思うんですね。売上の波がやっぱりすごいあるので、例えば、1ヶ月にじゃあ200万円の売上を、上げた月もあれば、その次の月は30万円とか40万円とかの売上しかなかったとか、そういったことって結構僕は今までザラにありました。
もちろんね、その仕事のボリュームによって、例えば100万円の仕事をやるのに、これで、その何度も打ち合わせに行ったりとか、実働時間がこれだけ、かかるっていうところのバランスをとって見ていくと、やっぱりどうしてもその次の月は、まあ、クリエイトしている時間がない、長いので、売り上げを作っていく営業活動がちょっと、難しくなっていったりだったりとか、まあそういったね、バランスを考えるのがすごい重要だと思います。しっかりその毎、まあ、個人事業主というか、そのフリーランスっていうのは年間ベースで、どれぐらいの売上が立って、どれぐらいの経費を使って、結局最終的に税引きの手残りがこれだけあるっていうのを年間で考えればいいと思うんです。ですけど、どうしてもやっぱりほとんどの方っていうのは固定コストっていうのが月々かかってきますよね。家賃だったりとか、まあそういった固定コストがかかると思うので、まあやっぱりなるべくその売り上げを毎月こう自分でコントロールするというか、分散させて、ね、仕事をしていくっていうところを、まあ考えた方がいいのかなっていうふうには、思います。はい。以上が、僕が考える、大変なポイント3つですね。はい。まあ、ただね、その、まあ、確かに簡単じゃないんです。まあ、簡単じゃないんですけど、やっぱその、自分が好きな仕事をやっていくっていうのは、まあ、すごいやっぱ楽しいですし、まあ、自分がやりたいと思うことにガンガンチャレンジできる環境っていうのは、会社に勤めているよりも、まあ、自分で独立して、フリーでやっていた方が、やっぱあるので、まあそういう意味では僕は本当にやっぱ良かったなって思っています。実際にフリーランスとして良かったなって思うことなんかは、以前の動画で、出しましたので、もし興味ある方はぜひ見てみてください。はい。なんかいろんな話逸れちゃって、まあ今日ちょっとまとまりのない動画になってしまって申し訳なかったんですけど、まあこんな感じで、まあフリーランスとして、まあ働いて良かったこと、悪かったことだったりとか、働き方をこうやって、発信したりとか、まあ Vlog として、まあ実際にどんな風に自分が、ね、活動しているのかっていうのを発信していますので、もし興味ある方はこの動画少しでも良かったなって思ってくださった方は、グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。Twitter と Instagram も、やってますので、気軽にフォローしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。